ある日、いつものように高校から帰る二人の女子高生がいた。二人を A と B とする。二人が学校から帰る途中、まるでモデルのようにスタイルがいい女性が自分たちの前を歩いていることに気づいた。着ている服もとてもおしゃれで、いかにもファッション雑誌に出てくるようなお姉さんだ。前を歩いているので顔は見えない。しかし、きっと美人に違いない。二人は女性の後を追うことにした。やがて女性は学校からだいぶ離れたところにある住宅街の一角に来た。女性は自宅であろう、古く錆びれた一軒家の中に入っていった。それっきり女性は出てきそうにない。だがこのまま帰るのもつまらない。ふと B が提案した。ねえ、インターフォンを押してみない？家は石でできた塀で囲うように佇んでおり、インターフォンは入り口の門の右にある。玄関は門を入って低い石段を上り3メートルほど進んだところにある。インターフォンを押して塀に隠れていよう。もしかしたら女性が玄関を開けて顔を覗かせるかもしれない。インターフォンを押した。だが女性は出てこない。もう一度押した。やはり出てこなかった。諦めて帰ろうとしたとき、A はつい興味本位でとんでもないことを思いついてしまった。玄関の覗き穴を外側から覗いてみようと。穴から数センチ離れて覗けば中が見えるかもしれないと思ったのだ。A は音を立てぬよう恐る恐る玄関の前に近寄った。目をやや離して覗き穴を覗いた。ところが女性の姿どころか玄関すら見えなかった。ただ覗き穴の奥に赤い何かが見える。しかしそれだけだった。やはり中を見るのは無理か。二人は諦めて家に帰ることにした。次の日の休み時間、クラスメートであの家の近所に住む男子生徒 C に聞いてみることにした。A、あなたの家の近くにすごくスタイルのいい女性が住んでいない？ A は男子生徒に女性の家があった大まかな場所を伝えた。C、ああ、あの石彫りの古い家か。あそこはとっくの昔に空き家になってるよ。A、嘘、じゃあ私らが見た女の人は何なの？ C、例だろう。昔あの家で殺された女性がいたんだそうな。男子生徒は声を沈めて話し始めた。そう遠くもない昔、とある男女があの家で同居していたそうだ。ところが日を増すごとに仲が悪くなっていき、ある日ちょっとした喧嘩がきっかけで男がカッとなり女性を殺してしまったそうだ。男子生徒は言った。アイスピックで女性の両目をついたらしい。惨殺だってさ。後日男も謎の死を遂げたらしい。近所の人であの女性の霊を見た人は何人もいる。でも目を合わせた人はいない。女性は真っ赤な目をしていて、もし目と目が合うと数日後に同じように殺されるんだとか。では昨日二人が見たのは殺された女性の霊だったのか。三人は怖いねえと感嘆して、そこで話は終わった。チャイムが鳴って皆そそくさと自分の席に戻っていった。 A は気づいてしまった。自分が後に殺されることに。